メンツ丸つぶれです。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。習近平主席のメンツが丸つぶれ、ペロシ下院議長、台湾見捨てず。台湾有事と中国の思惑は？早速台湾いじめをしているようですね。アメリカの大統領継承順位第2位、そしてアメリカのナンバー3であるナンシー・ペロシ下院議長が台湾を訪問したニュースが世界で話題になっています。アメリカの下院議長が台湾を訪問するのは、1997年に当時の下院議長であったギングリッチ氏以来、実に25年ぶりの出来事です。ただ今回は中国にとって看過できないシチュエーションになっていることも相まって、今回のペロシ下院議長の訪台に対し、中国はまさに発狂レベルで強く反発しています。王毅外相に至っては、中国の平和的な台頭を破壊することは全くの徒労であり、必ず頭が血だらけになるだろうと強い口調で脅迫まがいの抗議を行っています。本当にわかりやすい方ですよね。中国がここまでペロシさんの訪台に反発するのは、当然中国が勝手に主張する一つの中国によるものですが、アメリカの立場は中国の主張は認めるという以上のものではなく、もともと台湾と中国は一つの国という認識はありません。もちろん日本もそうですが、勝手な思い込みはやめてほしいですよね。こちらでは、ペロシ下院議長の訪台と中国政府の動向、そして台湾有事についてお話ししていきたいと思います。今回のペロシ下院議長の訪台ですが、なぜ下院議長が訪台したのかについては、ご存知、アメリカと台湾は正式な国交を結んでいないことによるものです。アメリカは表向きには中国を刺激しないよう、台湾は中国の一部だとする中国主張の一つの中国政策を否定していません。まあ先にも申しましたように、中国との認識の違いということになるのですが、このややこしい慣例により、台湾に大統領や副大統領といった首脳クラスが訪問する際は、外交上、台湾ではなく中国に対して同意を求める必要があるというわけです。もし台湾の同意だけで大統領や副大統領が訪台した場合、国交を結んでいないという前提が崩れますからね。そのため、訪台可能なアメリカ政府関係者は、事実上、アメリカ議会の下院議長が最高位となってしまいます。さらに言いますと、下院議長職は、アメリカという民主国家において、選挙で選ばれた連邦議員のトップであることからも、民主主義の象徴であり、民主主義の擁護者という側面を有しています。そのため、今回の下院議長訪台は、巨大な共産党一党独裁政権を築く中国からの圧力に苦しむ民主主義国家台湾に対して、アメリカはそのような中国の脅威から台湾の民主主義を守るという明確なメッセージになるというわけです。実際、ペロシ下院議長はこの訪台で、台湾と世界の民主主義を守るという米国の決意は揺るぎないと語っています。ペロシ議長自身は目立ちませんが、かなり以前から対中国強硬派として有名な人物であり、彼女の政治キャリアは対中国への強硬姿勢を貫いてきたと言ってもいいくらいです。ただ、バイデン大統領以下、アメリカ政府やアメリカ軍幹部は、今回のペロシさんの行動にはいい顔をしていない様子が伺えることから、アメリカも一枚岩とはいかないような感じです。そのようなペロシ議長の台湾訪問ですが、訪問の予定が公表されるや否や、
中国が猛然と反発したのはすでにご存知の通り、7月28日に開催されたバイデン大統領と習近平国家主席による電話会談では、習近平主席がペロシ議長の訪台予定について、火遊びをすれば火傷するだけだなどとバイデン大統領を強く牽制しています。まあ今に始まったことではありませんが、中国がこれほどペロシ議長の訪台に神経を尖らせるのは一体なぜなのでしょうか。当然そこには国家主席である習近平の野望が中国統一にあるからです。中国目線では、香港はかつての植民地主義によって他国に奪い取られたもの、そして台湾はアメリカの横やりにより分断されたという認識があり、習氏の頭の中でそれらは屈辱的な歴史の産物になるのですが、このあたりはロシアのプーチン大統領の思い込みと何かしら似てますよね。もちろんこれは他国を侵略する都合のいい口実になるのですが、習近平氏の手によってそれらをもう一度取り戻すことこそが中国が名実ともに世界最大の国家に至る道であり、またそれを実現できれば習近平が憧れてやまない毛沢東をも超えた偉大な指導者として自身が中国の歴史に名を残すことになるとでも考えているのでしょう。中華思想ここに極まれりという印象しかないのですが、そういった理由で台湾は中国と一体だといういわゆる一つの中国を傷つけるアメリカの行動は習氏にとっては何より許せない行動です。ちなみに中華思想とは漢民族こそが世界の中心であるという価値観であり、それゆえ自民族中心主義とも呼ばれます。さらに言えば、中華とは文字の通り華の中であり、華は文明を意味することから、中華は文明圏を意味する儒教的価値観から発展した先民思想、すなわち自らを華、文明と持ち上げたいがために、それ以外の異、東方の未開人が華の外に必要となり、そのため中華以外は全て思想的に蛮族とされてしまいます。このような中華思想に毒されている習近平にとって、中国統一の邪魔をするアメリカは不具大天の敵、どうしても許すことのできない敵そのものに移るのでしょうね。なお習氏は台湾の中国統一が叶った暁には、台湾の民主主義体制を尊重し一国二制度を適用する考えを示しています。しかし一国二制度が適用されている香港で行われた弾圧を目の当たりにすれば、習氏の言葉など台湾にとって、いえ世界にとっても信用に値するはずがありません。今年は香港が1997年にイギリスから中国に返還されてちょうど25年目にあたりますが、本来なら香港の憲法ともいえる香港特別行政区基本法に記載してある通り、50年間維持するはずの一国二制度をあのような形で保護にしたのですから、今の香港は明日の台湾となるのは明白です。そして今はそれに加えて同じ独裁国家ロシアによるウクライナ侵略が行われていることからも、台湾の危機感は過去に例がないほど大きなものになっています。台湾は毎年中国からの攻撃に備えて防空演習を実施しているのですが、今年はこれまで以上に演習及び市民の訓練内容を強化していると報じられていた矢先、ペロシ議長が台湾を去った後の中国の軍事演習を見る限り、台湾の演習強化が正しかったことがよくわかります。ペロシ議長の訪台はこの台湾の危機感に対して同調したとも言えるでしょう。中国は台湾周辺海域での実弾射撃演習をペロシさんが去った直後の8月4日から7日まで行うことを通告しているのですが、この演習で設定された台湾の周辺海域は合計6カ所にも及び、
台湾を完全に包囲する形で実施しています。ペロシ議長が去った後に行うところがミソなのですが、実際に台湾有事が発生した場合、中国は台湾を完全に包囲して、台湾と海外との補給ルートを全て遮断することが想定されているのは事実です。そうなると、シーレーンを断たれる日本は死活問題になってきますし、台湾からわずか100キロ超しか離れていない与那国島の存在、そして台湾の在留邦人およそ2から3万人の救出も必要です。中国にとっての台湾は今のウクライナとも言えますが、もう少し深く突っ込むと、台湾はクリミア半島に過ぎず、ウクライナは日本本土なのかもしれません。現在ロシア軍がウクライナ軍に手こずっているのが幸いですが、もしキーウ侵攻が成功していれば、中国は今年秋に台湾を取りに行っていたという話もよく聞くところです。ウクライナ戦争が長期化している要因は、ロシア軍が弱すぎたこと、そして NATO 諸国によるウクライナへの軍事支援によるものが大きいのですが、それは中国にとってももちろん人事ではありません。中国が台湾統一を図ろうとするなら、地上軍を台湾に上陸させなければなりませんが、現在の中国海軍には台湾に大量の陸軍将兵を上陸させられるほどの揚陸艦艇が存在しません。このため中国は揚陸用の艦艇を建造しようとしていたのですが、コロナウイルス感染拡大によるロックダウンなどの影響で建造は遅々として進んでいない様子です。そもそもロシアとウクライナは地続きですが、中国と台湾の間には公海である台湾海峡が存在しています。その公海にアメリカの艦船がしれっと居座れば、さらに上陸は難しくなるでしょう。また高度な半導体製造技術を西側に握られている中国は、第5世代のステルス戦闘機や高性能な軍艦やミサイル等々、高性能の半導体がなければ戦局が不利になることは明らかです。今年秋に予定されていたとされる台湾侵略は、ロシアよりさらに欧米への依存度が高い中国ゆえに一旦白紙になった感がするのですが、今のままではロシアが中国の属国になる可能性が捨てきれないことが気になります。なので中国が足踏みしている今こそ、日本の安全保障環境を早急に変える時だととても感じます。ところで習近平氏とプーチン氏には似たところがとてもたくさんあることをご存知でしょうか。例えば1953年6月15日生まれの習近平氏は現在69歳ですが、1952年10月7日生まれのプーチン氏も同い年の69歳です。学年は1年違うのですが、今の時点では同じ年齢です。そして両者とも法制度をねじ曲げてまで自身の任期延長を図っています。さらには2人とも自国こそが世界の中心であると言わんばかりの態度をとっており、己の野心を隠そうともしません。まあ独裁かつ大国になれば皆同じような行動をとるのかもしれませんが、プーチンは爆発してしまったのですが、習近平はどう出てくるのでしょうか。当然ロシアと中国の歴史は違うため同じようにはならないと思いますが、台湾有事ともなれば、台湾から至近距離にある日本の島々は中国にそのまま占拠されることが想定されています。もともと中国は尖閣は中国領という行動をすでに取っていますので、台湾を取ればあの辺りもとなる方が自然です。そうなると今浸透工作をされている沖縄も中国のものだと以前から主張されている手前、沖縄への侵略、そしてその後は日本本土へという流れが容易に見えてくるのではないでしょうか。今こそ安倍さんの出番なのですが、本当に残念でなりません。
時間はもうありません。国民の生命と財産を守るために、日本として最善の行動が取れるよう、私たち一人一人が今の日本の現状を正しく理解することが必要だと感じます。間に合えばいいのですが。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。